皆さんこんにちは、ベリー水野です。自然栽培を広げたい、ベリー水野のお気楽 YouTuber への道。こんにちはって言ってるんですが、早朝5時半です、5月20日に植えた1700株のさつまいも畑におります、ご覧のようにですね、このね、つぼいという雑草がこのうねのもうマルチを突き刺してこう生えてきてるんですが、ベリー水の基本草は刈らないって自然栽培ってお伝え何度かしてるんですけども、このちょっと壺湯はですね、厄介で根がすっごい硬い直根性の根なんですね。でその根がさつまいもにこう刺さってしまって、商品価値がさつまいもがなくなってしまうっていうことが、この壺湯がね、ちょっといっぱい茂ってる場合は起こり得るので、この壺湯をですね、できる限り刈る抜くっていう作業を定期的にしてます。今日はそれをしていこうかなと思ってます。抜いても抜いてもね、これはね、生えてくるからね、一人でね、屋台出店のための加工作業とか、屋台出店しながらこの合間を見つけてね、この壺湯を抜くっていうのがね、一畝が30メートルあって28かな、28畝あるので結構大変です。で完璧に抜くっていうのはちょっとね、今の私の状況的に難しくて、まあちょっとできる限り頑張ってるんですけど、今日もやってきます。こういうね、つぼいの根はこんなに長くて、これまだ柔らかいけど、すっごい鋭利に、刃物の先端かのように鋭利にとても硬くなって芋を突き刺すっていうね、こういう雑草なんです。まだね、抜けるうちに硬くなってない、根が硬くなってないうちに取れたらいいんですけど、もうちょっとね、できるだけ頑張ります。すごいすごい、1時間ちょっとでだいたい6畝分の草刈りし終わりました。ちょっと残り8畝分ぐらいまだ草取りできてない畝があるんですけども、今週末から来週頭にかけて4日間私のですね、東京関東方面の家族が総勢6名で我が家に滞在するので、弟のスケジュールプランでは確か最終日かその前の日に畑でまったりみたいなスケジュールが入ってました。まったりしてもらいながら小1時間大人5名で草買ってもらえたら、あっという間に8畝は終わってしまうと思うので、ちょっと家族にそこは頼ります、残りのつぼいの草取り。じゃあ今からちょっと別の草刈り場に行ってまいります。ベリー水野こと水野さとみがお届けしました。チャンネル登録よろしくね。
それじゃあまた。どこまでもサスティナブル、熟年いちご、ドロップ、ソース、新発売。